はい、こんにちは、ひろきです。今日のひろきさん、今日も久しぶりの正解です、やってくれるんですねと思いのあなた、正解でございます。正解です、正解でした。こんにちは、ひろきです。今日はですね、何についてお伝えさせていただくかと言いますと、ちょっとですね、僕今日の朝にですね、今日すごい早起きしたんですけども、4時くらいに起きたんですね。で、お風呂入ってた時に思ったことなんですけども、まあ、ずっとなんか考えてたんですね。まあ、いろいろ、セミナーをどういうふうにやっていこうかとかですね、まあ、どういうふうにこう、集客、まあ、それに興味ある人をどういうふうに見つけていこうかみたいなことを考えていたんですけども、お風呂の中でもですね、まあ、頭さえあれば、頭ずっとこう使うことさえできればですね、どこでも仕事ができるということに気づいたわけですね。まあ、今更かよみたいな感じなんですけども、なので、例えばあなたがですね、電車に乗ってる時とか、まあ、料理をしてる時とか、ご飯を食べてる時とかですね、まあ、寝ながらですね、まあ、ちょっとうとうとしてる時とかでもですね、まあ、いつでもですね、頭の中っていうものはあるわけなので、ずっと考えることができるので、なのでいつでもですね、まあ、そういう、イメージトレーニングというか、イメージをしながらですね、どういうふうに、自分の仕事を展開していこうかみたいなことをですね、考えていただけたらなということを思いまして、どこでも仕事をするみたいなことをですね、意識していただけたらと思います。今日もそんなことを意識して頑張っていきましょう。ありがとうございます。